こんにちは、ベーシストのあきらです。このオープニングで何か分かった人は天才ですが、長年ベースを弾いている人なら一度は通っているであろうジャミロクアイ。ベースが目立つしかっこいいんですが、そもそもジャミロクアイの音楽自体が独特だと思います。今日は泣く子も黙る歴史的名曲、ジャミロクアイのバーチャルインサニティを聴いていこうと思うんですが、この曲はそもそもミュージックビデオが面白くて火がついた楽曲なんです。ライブ映像だとベースの細かい音色が聞き取れなかったので、今日はベーシストは映ってないんですけれども、ミュージックビデオを見ながらの解説となります。リリース25周年を記念して YouTube に無料公開されたとのことです。ボーカルの JK といえば奇抜な帽子で有名なんですが、 JK は当時からとにかくファッショナブルで、ごく最近でも日本の超人気ブランドである純也渡辺が2022年秋冬シーズンのコレクションでバーチャルインサニティをテーマにたくさんの服を作ってました。リリースから25年以上も経っているのに未だ色褪せないファッションセンス、さすがは JK です。しかしこの曲は何といってもベースでしょう。ベースとキーボードでしょう。そのハーモニーとグルーブを可能な限り今日は掘り下げていきたいと思います。一緒に行ってみましょう。実はジャミロクアイってバンドと見せかけてソロプロジェクトの名前なんです。メンバーはボーカルの JK のみで、あとは皆さんサブメンバーなんですよね。即興演奏を意味するジャムセッションという言葉と、ネイティブアメリカの色恋族、色恋を合わせてジャミロクアイという名前になったそうです。ちなみに JK はイギリス人なんですが、さまざまな先住民族へのリスペクトを込めていろんなユニークな帽子をかぶっていたそうです。そんなジャミロクアイは1992年からスタートするんですが、ベーシストは当時18歳だったスチュアート・ゼンダーです。これはきっと大抜擢だったんでしょうね。プロ初ライブがジャミロクアイの大きなコンサートだったみたいで、それはとても緊張したそうです。今日の主役はそのスチュアート・ゼンダーなんですが、彼は若かったがゆえに当時そんなにこう自分の好きなベースプレイばっかできたわけではなくて、 JK やバンドの意向あって決められたフレーズを弾いていることもままあったそうです。ただ今日の1996年リリースバーチャルインサニティでは、与えられたスペースの中で最大限のグルーヴを叩き出しています。ジャミロクアイは音楽ジャンルでいうとアシッドジャズに分類されるんですが、スチュアート・ゼンダーのベースに関してはジャジーなハーモニーの中でもひときわファンキーでグルービーな演奏をしてくれています。彼のグルーヴは非常にスタイリッシュですね。 P-Funk のブーツィ・コリンズのベースが泥臭くて粘っこいグルーヴだとしたら、非常に対照的なグルーヴだと思います。それでは頭から聴いていきましょう。始まりました。ここで JK は、俺たちが住んでる世界はね、ちょっと聞いてよって言って始めるんです。バーチャルインサニティっていうのは、バーチャルはまあ仮想のですかね。で、インサニティっていうのが狂気、狂うって書く方ですね。インセインっていうのが狂うって意味で、現実の、仮想現実の狂気っていうようなタイトルなんですよね。ジャミロクアイってすごくこのスタイリッシュさとかっこよさが取り沙汰されると思うんですけど、僕はこの JK が書く歌詞っていうのはすごく深いというか、思いがこもっている、そして結構言いたいこと言ってるなっていう印象で、まあ、やっぱり JK ってその先住民族へのリスペクトがあり、いろんな帽子をかぶっているっていう、ちょっとこうやっぱ普通じゃないんですよね。一筋縄ではいかない人物ですよね。やっぱり世界に対していろんな言いたいことがあるっていう中で、今回のこの曲はすごく象徴的な曲で、未来に人類が狂気に支配されるんじゃないかみたいな、そういうメッセージなんですよね。実はこのバーチャルインサニティのインスピレーションを受けたのは日本の札幌の地下街だそうなんですよ。まあ、正直日本っていろんなところに地下があると思うんですよ。東京にもあると思うし、横浜にも確かポルタなんかあるし、なんか多分結構どこ行っても地下街ってあるし、よく考えたらあれってすごい技術だなって思うんですけど、当時 JK にしてみたらすごくセンセーショナルだったらしいんですよね。で、しかも札幌その時雪が積もっていて、
雪積もってるもんだから地上にはほぼ誰もいないのに、地下に降りたらめちゃくちゃ盛り上がっていて、そこにまあ感激した、そして狂気を感じたっていうことで、このバーチャルインサニティの世界観が作り出されたそうなんです。それでその JK のメッセージとこのミュージックビデオ、このミュージックビデオは結構いろんなタイトルを総なめにしたぐらい当時画期的なミュージックビデオとしてすごいもてはやされたミュージックビデオなんですけど、まあでも今見てもすごいかっこいいものだなと思うんですが、これなんか JK のと床が動いてるように見えるんですけど、実はこれは壁、天井全体を人間、スタッフたちが総出で押したり引いたりして動かすことで床と JK が動いてるように見せかけてるらしいですよ。そんなところにも注目しながら聞いていってください。動いてますね。壁が動いてるってどういうことなんだろう。はい、もうこの曲は何といってもこのピアノリフです。ズチャーンズチャーン、この音遣い、ジャジーなこの音遣いとスタイリッシュでアタッキーなこのリフですよね。これあってのバーチャルインサニティですよね。これとやっぱサビかなって僕は思うんですけど、まあこの曲カラオケで歌った人がいればわかると思うんですけど、めちゃくちゃむずいです。僕英語でも別に歌えると思うので、レッチリ、レッドホットチリペッパーズとか、まあエアロスミス、ボンジョビとか、まあいろいろと英語の歌、オアシスとか歌ったりもしますけど、ダントツでこのバーチャルインサニティは難しいですね。まず高いっていうのもあるんですけど、やっぱこのリズム感ですよね。英語に慣れてないからとかそういう多分ことではなくて、この JK が持つリズム感が言葉にめちゃくちゃ、まあ癖もすごいですし、言葉にアタックを加える時もあれば、ふわんとこうスキャットな感じで曲がらせることもあったり、この自由自在な言葉のアタックのコントロール、これがもう JK ならではで、カラオケだとめちゃくちゃ難しいなと思います。まあ A メロはまだベース登場しないんですけど、もうこのピアノ、キーボードと JK のラップだけでもう十分すぎるほどめちゃくちゃかっこいいですよね。本当にレッチリのアンソニーとかだとこんなにメロディー動かないですからね、ラップの中。まあこれもう歌いながらラップって感じで難しい。サビがきます。ついつい聞いちゃいましたけども、本当ね、このなんてかっこいいサビなんでしょうか。これはやっぱ色褪せないですよね。ジャミロクワイすごいいい曲いっぱいあるんですけど、やっぱりダントツでこのバーチャルインサニティがもう歴史的に世代を超えて年代を超えて愛されているなと思うのは、もう普遍的にかっこいいんでしょうね。やっぱり流行り廃りって音楽にもあると思うんですよ。その時だけかっこよく聞こえる音楽もあれば、時代を超えて愛される曲もあると思うんですけど、ジャミロクワイはやっぱりバーチャルインサニティなんじゃないかなって僕は思います。それでサビからベースが入っていたので、もう一回じっくり聞いてみたいなと思うんですけど、この曲のベースはサビがスラップで、それ以外の A メロだったりが指弾きだと思います。スチュアート・ゼンダーっていうベーシストは、ブランドはワーウィックっていうのでを使ってると思うんですよ。ワーウィックはこのスチュアート・ゼンダーから結構有名になったと思うんですけど、ワーウィックといえばアクティブサーキット、そして語源な印象。特にアクティブっていうのはベース楽器本体に電池が入っていて、で一方パッシブっていう、僕持ってるのもそうなんですけど、フェンダーのジャズベースとかそういうのってだいたいパッシブなものが多くて電池が入っていないんですよね。入ってる入ってないで結構そのここでトーンコントロールとかこの本体でできることの幅が結構変わるんですよ。
で、できることの幅も変わるんですけど、サウンドキャラクターも結構変わるなと思っていて、まあやっぱりパッシブの方が素直な音が出るなっていう印象。だから僕は好きなのはパッシブのベースにもうアンプ直で挿して何も通さないっていうのが僕は正直すごい好きで、一番こう自然な音が出てる気がする。で、一方このスチュアート・ゼンダーのワーウィックはアクティブサーキットで、それこそこう電池駆動の音がするというか、パッシブには出せないなんか粒立ち感というかアタック感が出てると思うんです。それがこのスチュアート・ゼンダーのなんともパーカッシブでスタイリッシュですごい速いんですけど、その中でもつぶつぶつぶっとこのグルーブを出してくれるのはアクティブだからじゃないかなと思いますね。スチュアート・ゼンダーのベースは16ビート、16分音符がメインなので、すごい細かい中でグルーブを作っていくっていうのがとても得意な方です。そういう点では僕はタワーオブパワーっていうバンドのロッコ・プレスティアっていう大好きなベーシストも、あの人も16分音符で作っていく、つぶつぶつぶっとグルーブ作っていくので割と似てるかなっていうふうに思います。もう一回サビをちょっと聞いてみましょう。この2小節目、3拍目、このベースなんですけど、 Futures, 未来、ここ3拍目、1小節目の3拍目の頭で音抜いてるんですよ。つってれーれって弾いてるんですね。で、しかもスラップなんですけど、うん、休符から入ってバババ、このストップ感がこのサビをめちゃくちゃ彩ってると僕は思ってます。普通に考えたらこういうフレーズをなかなかサビの頭で持ってこないかなって思うんですよ。サビってやっぱ盛り上げたいんで、もうちょっと流れるように弾いていくものかなって思うんですけど、やっぱり頭を止めることで一気にこうストップ感というか時間が止まった感出るので、それがこのサビを特徴的なグルーブにしてるんじゃないかなって思うんですよね。もう一回ちょっと聴いてください。決して派手なプレイはしていないんですよね。だけど結構休符があるので、その弾いていないところと弾いているところのコントラスト、しかも指弾きよりもスラップの方がやっぱアタック出るので、そのアタックと弾いていない休符とのコントラストがよくくっきり出るんですよね。その中で基本的にはこう頭にしっかり音を置いて、ちゃんと歩いていく、のしのし歩いていくようなグルーブを作ってはいるんですけど、最初の3拍目だけ頭抜くことで、そこでこうクッとスピードを落としてるところが特に憎い演出なんじゃないかなって思いながら僕は聞いてます。A メロ入ります。ここ指弾きですね。音がまろやかになりました。基本はオクターブ奏法です。オクターブ、同じ音の上下ですね。ドゥベッドゥベッドゥベッ、これはまあディスコ系では王道とされるベースフレーズですけど、それ自体はすごい基本的なやり方を、弾き方をしていると思うんですけど、ただその入れ方がやっぱり独特なので、独特のグルーブになってますよね。音数はサビよりも A メロの方が若干多いかなと思います。結構早いんですけどね。で、まあこの曲はベースに限らずシャッフルになってます。シャッフルっていうのは跳ねてるっていうことですね。タッカ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 ってなってます。これが跳ねてないとタカ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 ですので、もう全然違いますよね。で、何回か他の動画でも言ったんですけど、シャッフルになるときって、まあ一応すごい教科書通りの跳ね方っていうのはタッカ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 、中抜き三連と言って、タカタ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 タカ、この三つタカタ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 に分けた時のこの中を抜いて中抜き三連、タッカ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 なので、まあカチッと教科書通りはめようとするとタッカ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 なんですけど、
でもまあそうはいかないんですよ。やっぱり皆さん癖というか、そのグルーブ、独特のグルーブはそんな教科書通りではなくて、このキーボードもスチャーンチャスチャーン、タッカ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 スチャーン、跳ねてるんですけど、よく聞くとその跳ね具合はたまにちょっと跳ねてなかったりとか、全然その跳ね具合ってまあもうなんならずっと曲中通して一定ではないです。でベースの跳ね方もそうだし、ドラムもそうだし、だからシャッフルっていうのはすごい難しいんですよね。まあですので、スチュアート・ゼンダーのベース、この A メロのオクターブのオクターブ奏法も跳ねているので、やっぱり独特ですよね。たまにトリルっていうのかな、ウェーンってやってますね、スチュアート・ゼンダー。結構やるんですよね。あのこれなんて言うんでしょうね、あのワーンって、まあ、ビブラートさせるんですけど、これすると、これベースがやるとワーンって曲全体、グルーブ全体がガーってうねるので、結構使えるっていうか、飛び道具的には味付けとして面白いんですけど、随所に入ってきます。今もありました。今のサビ前もわーんってトリルしました。でやっぱりサビはスラップになっているので、音の粒立ちがさらに出てます。今のとこトゥクトゥトゥってフィル入れたんですよ、ベース。このスラップといえば、僕は3連のゴーストノートが何よりの必殺技だと思っていて、今の聞いていただければわかるんですけど、スラップベースってそれだけでも存在感あるんですけど、特にテクテトゥって3連でゴーストノート決めた時に余計なんかおってなるんですよ。ちょっと聞いてほしいですね。ここはどうやってるかな、まあまあサムピングでもプルでもどっちでもいいんですけど、ゴーストノートですね、左手で音出ないように押さえてつくってっていうパーカッシブな音遣いになってるんですけど、なんかこう普通に音出すよりもゴーストノートの方がなんか音が前に出るんです。まあコンプレッサーの兼ね合いもあるんですけど、だからなんかこう聴感上はおってなるんですよ。ここを皮切りにこの曲もちょこちょこ入れてくるので、それがアクセントになってます。面白いミュージックビデオですよ。どうやってんだろう。ここからブレイクです。このピアノリフなわけですけど、この曲の面白いところは拍なんですよね。4分の4じゃない、ずっと。なんかあのこの曲実は同じコード進行をずっと回してるだけなんですよ。 Em7 っていうのがまあキールートなんですけど、そこからまあ規則的に移り変わっていくんですよ。まあ、2-5 って言って、この5度進行。まあ、わかりやすい、その後 Eフラットの5度、Aフラット、7、9th。で、この 9th とか、おしゃれなテンションコード入れていくことによって、ジャジーな響きを出してます。で、その後 Dフラット、7、9th なんで、そこも5度。で、もう一回5度行って、Gフラット、メジャー7。ここまでこう5度、5度、5度、5度で来て、で、その後 Cm7、フラット5から、こう徐々に下がっていって、で元の Em7 に帰結するっていう、まあ特殊ではあるんですけど、普通に循環してるなっていう感じには聞こえます。なんですが、このだから登場するコードが
8つあるんです。でこう等間隔で200ずつ変わっていくんですけど、最後の8つ目が Em7、 要は次の頭1つ目の Em7 と、まあ、同じコードなので、ここを時折はしょるんですよ。なんていうか、あの2回 Em7 やらないで1回でまた次の Em7 に行くんですよね。っていうことをすることによって一時的に奇数の7で回っていくことになるので、そこで奇数偶数が入れ替わるので、もうこれ表だっけ裏だっけっていう感じに分かんなくなっていくんで、僕もこの曲実際もう暗記して流れ覚えてますけど、いざちゃんと 1,2,3,4,2,2 とかなんか数えようとするとちょっと難しくて、4分の2拍、4分の2小節とかが入ったりしてるってことだと思うんですけど、結構こんがらがるから、これもすごいインセインな感じ出してるんじゃないかなと思うんですよね。この進行自体はループしていくけれども、拍をずらすことによってちょっとなんかこうカオスな感じにしていくっていう、とてもこの曲に合ってるやり方だなと思うんですよね。サビはすごくシンプルな回し方をしてますね。別に拍も変わらないし。で、今のこのラストサビに入る直前のベースのフィル、これがもうかっこいいし、めっちゃむずいんですよ。チェン、チェン、チクテテテルリル。これマジでベースかって最初思ったぐらいすげえむずいです。なんか機械でやってんのかな、やっててほしいなぐらいに難しい。このブレイクして何も音がないというか、そのこうテンポ感のない中でいきなり難しいところに速いフレーズをトゥルン、トゥルン入れていくので、もうその運指だけでも難しいけれども、リズムの取り方が難しいし、それをライブでバチッと決めるのは多分これ相当難しいっすね。ちょっともう一回聞いてみましょう。いやー、スチュアート・ゼンダーマジでうまいんですよ。18歳だか19歳の時でもうめちゃくちゃうまかったですよ。このカラスとか黒い虫とか、なんか結構怖い感じの表現も多いですよ。まあ、この歴史的名曲をこれで十分解説できたようにはちょっと思えないんですが、これだとベーシストスチュアート・ゼンダーが全く分かんなかったので、ちょっとだけ見てほしい映像があります。僕の好きなジャミロクワイのスキャムっていう曲なんですけど、これのジャパンツアーのライブ映像があって、95年なのでまだバーチャルインサニティが発表されてない時ですね。それのスチュアート・ゼンダーのライブ映像ありますんで、ぜひちょっと見てほしいです。これがスチュアート・ゼンダーです。かっこいいですね。この文字の入り方、これが昔のテレビっぽくないですか。わかりますか。昭和の感じですよね。この感じがなんか懐かしいなと。この金髪のイケメンがスチュアート・ゼンダー書いてありますね。フルートが入ってきて、まあ、もう本当ジャムセッションですよね。その名の通り、この何とも言えないグルーヴですけど、スチュアート・ゼンダーのグルーヴが伝わりますでしょうか。 JK 踊ってますね、はい、ここからテーマに入って盛り上がるところがめっちゃかっこいいんで見てください。来ます。かっこいい、めちゃめちゃ盛り上がってる。これ日本人ですから。もうジャミロクワイはこの時もう人気絶頂期ですから。
クエ。これ見てて日本の活気感じません？高度経済成長期の後かな、時代は変わりました。この辺からずっとスキャムスキャム言ってるんですけど、スキャムっていうのは詐欺っていう意味ですよ。詐欺、あの騙すやつですね。だから詐欺だろ詐欺だろ詐欺詐欺って JK が言いまくってるっていう曲だから、ジャミロクワイって結構面白いんですよ。なんかかなり強いメッセージ多いんです。だから JK は結構世の中にフラストレーションがあると思うし、未来を憂いてますよ。1995年にこのライブは多分めちゃくちゃセンセーショナルなんです。超かっこよかったと思います。だから会場がマジで盛り上がってます。スチュアート・ゼンダーはクール、20歳そこらとは思えない落ち着きっぷり、かっこいい。グルーヴがもうどんどんぐるぐると回っております。JK のリズム感がもう最高っすよね。かっこいい、かっこいい。いや、これでちょっとライブ感が伝わったかと思います。で、スチュアート・ゼンダーも見れましたね。スタイリッシュな男の子でした。ということで、まあ今日はもうあまり多くを語らず、このジャミロクワイの音を聞いてもらったっていう感じですけど、ジャミロクワイの最初の3枚のアルバムがスチュアート・ゼンダーで、このバーチャル・インサニティが収録されているアルバムはトラベリング・ウィザウト・ムービングっていう名盤です。もしジャミロクワイをあんまりしっかり聞いたことない方いたらぜひ聞いてみてください。はい、ということで大好きなジャミロクワイをご紹介できました。ありがとうございます。このチャンネルではベーシストの僕が今までに感動したベースプレイを紹介していきつつ、ベースの楽しさ、素晴らしさ、そしてバンドの愉快な感じをご紹介していければいいなと思っています。まあ、僕はぜひぜひ皆さん楽器を始めてほしいし、僕はベースをおすすめするし、やっぱりバンドで音を鳴らすっていうことの快感、素晴らしさをぜひ知ってもらいたいなっていうことをこのチャンネルでは一番伝えたいなと思っております。何か質問などありましたらぜひぜひコメント欄からください。どんなことでもいいです。そして公式 LINE もやってますので、あと Instagram もやってます。その DM とか公式 LINE の方でも全然どんな内容でもいいのでメッセージください。あのベース楽器の悩みとか、どんな風に弾いたらいいですかとか、そういうことでもいいですし、世間話でも何でもいいのでぜひぜひメッセージください。ということで、グッドボタンやチャンネル登録もぜひお願いいたします。ベーシストのアキラでした。また次回お会いしましょう。さよなら。